カフェステラと死神の蝶。では食欲の方は？もちろん、そのために来たんですから準備だってしていますよ。作ろうと思っていたのは鶏肉の雑炊だったんですが、他の料理にします？もちろん構いませんけど、いいんですか、それで。そういうことでしたら、受けたまわりました。何か他にも希望があれば、いつでも言ってください。いつでも、聞き間違えたふりして、何エロいことさせようとしてるんですか。いいえ、あれはとんでもなくエロいことを考えている顔でした。だからそれは、一人暮らしの男の人の部屋で男女が二人っきりですから、それは…なんとみだらな！とにかく変な意味は全くありません。あと、寝るなら服はちゃんと着替えた方がいいですよ。